オークランド島はニュージーランド南方の太平洋上に浮かぶオークランド諸島の本島、無人である。他のア南極諸島とともにニュージーランドのア南極諸島としてユネスコの世界遺産に登録されている。陸地面積は510平方キロメートルであり、島の長さは42キロメートルほどである。険しい崖と高涼とした地形が特徴的であり、 島の最高部は600メートル以上の高さになる。顕著な峰としては650メートルのカバーンボン、635メートルのレーナル山、630メートルのデュルビル山、610メートルのイーストン山、550メートルほどのバベルの塔などが存在する。島は南部が広がっており26キロメートルほどの幅になっている。さらに南のアダムズ島との間には、 小さな水道があり、アダムス海峡と呼ばれるほか、海峡中央部で湾のように島内に向かって入り組んでいるためカーンレイハーバーとして知られる。この海峡部はかつての火山の河口の名残と考えられており、アダムズ島とオークランド島南部は河口園と考えられている。カーンレイハーバーの西端の3キロメートルほど、北3キロメートルの位置に存在するロビット岬は、 ニュージーランド最生端の地となっている。オークランドを、クリーロコガモ、オークランドクイナ、オークランド昔寺子木など数種類の海鳥の繁殖地群としての重要性から、バードライフ・インターナショナルによって識別された、オークランド島群重要野鳥生息地の一部となっている。ヤギは19世紀後半に遭難者避難所にたどり着いた船乗りの食料として複数回島に持ち込まれ、 最小で1匹が1865年にオークランド諸島で解放されている。1970年代、島内北東のポートロスの北西部に定住する100匹程度の群れが唯一残った。1986年と1987年に60匹が島内からニュージーランド本島へ移動され、飼育下で繁殖させることになった。 残りの動物は根絶されることが決定され、1992年までに完了した。1999年の調査でニュージーランド本土へ移送したヤギの集団は絶滅していたとされる。1955年の映画ザシー・チェイスは、第二次世界大戦の初めに英語海軍艦船から逃げているドイツの商船が描かれている。映画はハワイで撮影されたものであるが、 話中でこの船は、オークランド島に停泊し、遭難者避難所から、備蓄食料を奪い、ナチス寄りの将校は、島内で発見した3人の遭難漁民を撃ち、その後別の船がその死体を見つけ、ドイツ船を追いかけるという内容になっている。この内容は北ドイツロイドの、帰船エアランゲンの失敗から着想を得ている。ありがとうございます。